ケプラー22は太陽系から約620光年の距離に存在する構成である。天球座標系では、設計 19H16m52.2S、赤いプラス47度534.2の白鳥座の方角に位置している。死等級は12で、肉眼で見るには暗すぎるが、光景 10cm 以上の望遠鏡があれば見ることができる。 ケプラー2には太陽に似た構成だが、わずかに小さく、温度も低い。スペクトル型は G 型主系列性と考えられるが、高度階級については物理量からそう考えられるものの、確定はしていない。また、ヘリウムより原子量の大きい元素の存在比も太陽より低い。しかし、地球のように液体の水が存在し生命が存在する。 可能性がある惑星が存在できるハビタブルゾーン内に惑星を持っていることが確認されている。2011年12月5日、NASA のケプラー宇宙望遠鏡による観測により、この恒星のハビタブルゾーンに地球に似ている可能性がある系外惑星ケプラー22ビットが発見されたとの発表がなされた。ケプラー22ビットはスーパーアースサイズの惑星で、半径は 地球の2.38倍程度と見積もられ、これは当時太陽に似た恒星のハビタブルゾーン内で発見された、系外惑星の中では最も地球に近い大きさの惑星であったため注目を集めた。推定されるケプラー22ビット表面の平行温度は 262K と地球に近い。ありがとうございます。